こんにちは、トーマーです。今回はドンドロ解放していきたいと思います。今2つなんで、あと6個かな。行きましょう。で、パーティーはですね、まあいつもね、イベント始まってすぐは低ランクパでやってるんですけど、まあとりあえずこれで行ってみようかな。真ん中を SSS にして、あと周りを S ランクで固めるっていうやつですね。まあ、こうするとね、見えてる部分は時空深淵魔なんで、あんまり多分攻め込まれないと思うんでね。まあこのパーティーとか、あとはいつも通りですね、低ランクパ一応2つ用意しました。まあこの3つを使ってですね、ドンドロ解放していきたいと思います。さあ行くぞ。出てこん。お、来た名探偵コナン。ちょっとね、出てこなかったんで、もっと弱い勇ましにしました。強さ12000、きついかな。頼む。あー、ダメかな。ダメだわ、惜しい。初戦敗退。またこれか。あ、でも横取りチャンスタイムだからいけるんじゃない。無理かな。これで無理だったらなんかあれだね、バカみたいだね。連続で同じ人に負けるっていう。いや、いけんじゃないの。あれ1000ぐらいあったでしょ。オッケー。チャンスをものにした。オッケーです。これで奪われてなければ3つ目ですね。よし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 、いいよ。お、2人も出てきた。あ、ロボニャン3000って不思議じゃない。来た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 。いやでもなんか罠っぽいな、これ。罠っぽいよな。でも行くんだ。ドッ。ほらね、ほらね、もうだいたいだいたい分かってきたわ。うん、くー。まあでもほんと奪われないね。あー、来た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 。もう横取りチャンス待ちまであるわ。これだったらいけるんじゃないか。まあフェイクっぽいけど、もう横取りチャンスタイム終わっちゃうんで。あ、こいつ新しいやつか。まあでしょうね。あ、でもいけんじゃないの。あゆみちゃん、あゆみちゃん、あゆみちゃん強し。あー、くわー、あゆみちゃんに負けたわ。ほんとでも奪われないな。え、どうしよっかな。ちょっと今日の目標30分だったんだけど、こんなに出ないときついな。ちょっと低ランクパに変えるか。これでいこう。今回あれないのかな。なんかさ、前もあったじゃん、あの名前が謎でさ、絶対勝てるよみたいなやつ。ああ、1個奪われてる。あのラッキーゾーンないのかな。ああ、やっぱ出てくるね。出てくるけど、頼む。低ランクパだと出てくるんだけどね。頼む。もう強ない、初期値強ない。あ、ていうか S ランクが入ってるやん。この人が入ってるやん。この人がずりー。え、ちょ待って、これ無理やん。今回フェイク多ない。こんな感じだったっけ。やばいやばい、勝てん低ランクパ。うーわ、奪われてる。やばいやばい、スタートに戻る。いや、スタートに戻るっていうか、最初2個から始めたからあれか。いやー、なんかさ、勝てる人が出てこないぞ。あ、これはいけるんじゃない、さすがに。え、待って、届かないくないこれ。あ、ちょっと弱すぎるパーティーが。これダメだわ、マジ勝てん。負ける人しか出てこない問題ね。いやー、無理だわ。もうマジ勝てないな今回。ちょ待って、これずるない。みんなリアクション大王入ってる。こっちが入れてるから。マジ勝てないし、もうさ。でもこれさ、リアクション大王抜いてもさ、普通にこういう人たちが出てくるんだよね。よしよしよし、勝ったでしょ。よし、久々に勝ったわ。ちょ待って、やっぱこっちのパーティーの方がいいのかな。いけ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 、頑張れ。455。おしよ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 し、あぶねえ。
よしよし、もうこの作戦やな。真ん中が E ランクだったらもう何でもいく。こっちリアクションダイオ入ってるからね、まあ、多少勝てるんで。で、相手にリアクションダイオいたらちょっと勝てないけど、これが一番いいね。よしよしよし、行きましょう。これでよしよしよし、追い風が来とるぞ。リアクションダイオ入ってなければいける。入ってんな、入ってんな。よしよし、あ、高っ。え、あ、でもいけるか。オッケー、ナイスケンちゃん、いけいけいけ。よしよしよし、来てる来てる来てる。半分終わった、やっとだよ。いるなよいるなよいるなよ。うわ、いる。いたら無理だわ。ヒロ君罠ね、オッケー。うわー、微妙い。あー、めっちゃいい勝負。あー、そっか、そこが種族不利だったら無理か。中野上野王子無理やわ。ちょ、待って、これマジ出ない。いないけど、あ、いけるかな。でも真ん中が、よし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 、オッケー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 。うん、いいよいいよ、あと3つ。あんまり奪われないね、やっぱり真ん中をリアクションにしてたら。お、またこれ一緒の人じゃない？違ったっけ？いや、一緒の人だよね、これ。一緒だよね、多分。よし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 。この人最高。この人、マジで、あと2回出てきてくんないかな。もう後の人ほとんど勝てないんだよね、出てきても。これで奪われてなければ、あと2個、ようやく見えてきた。頼むよ、頼むよ。よし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 、あと2個あと2個。ヒロ君、リリちゃん、中野上野王子、スコアなんちゃらさんは罠だね。罠っていうか、俺が勝てない人だから。勝てないんだって。いや、マジ勝てない人しか出ないわ。新しい人だったら全然行くんだけどな。ダメか、このパーティーも。もうダメだ、同じ人しか出ねえ。はい、ってことですいません、今ね2時間半3時間ぐらい、経ってまして、デジカメの方がね、ついに充電が切れるということになったんで、ここはちょっと画面だけにします。今また充電してるんでね、復活したら、カメラの方も起動しようと思うんですけど、もうねリーチも何回も来てるんですけど、これは多分いけるかな。リーチもね何回も行ってるんですけどね、もうあと1個になると本当に何にも出なくなる。でたまに出てもね絶対勝てないっていう感じを繰り返してまして、こうやって横取りチャンスがあるとね、まあエンマパーティーにすれば、出てきさえすればほとんど勝てるんでね、あれなんですけど、これでよしリーチでしょ。もうこれ多分ね10回目ぐらいかなのリーチです。でこっから、まあ、パーティー変えるんですけど、まあ、編集上ねちょっと1回しか見せないですけど、こんな感じでね、もうリーチになるととにかく出ないと。ちょっとやる時間が悪かったかな、朝方になっちゃったんで、それがいけなかったのかもしれないですね。で他の色をやるとねこんな感じで出るんですよ。ただ求めてる色は出ないと。でこれなんかね、まあ、時間経って奪われたらピンクとかもね普通に出るんですけど、残り1個になると本当に出ないというのがもう2時間3時間以上続いてるんで、もうちょっとねこれリーチになって横取りチャンスタイムとか来ない限り無理な気がするんで、ちょっとそれを狙いに行きます。よしよし、出た出た。この人勝てないんですけど、これであえて負けて、それで横取りチャンスタイムをね狙います。全然勝てないよね。おお、やっぱ勝てないね。これで負けて、いやもうねリーチ何回目だろう、17回目8回目ぐらいだね。おお、来た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 。よし、これならワンチャンある。これなら普段勝てない人とも戦えるんで、よし来た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 。
行こう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 。あ、いけるかもしれん。頼む頼む、2枚か2枚か。オッケー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 。あ、行ったんじゃない？これもうあと何もないでしょ。よし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 、頼む頼む。奪われてんな。奪われたこともね、何回かあるんですけども、よし。あー、やっと終わった。いや、これ何時間ぐらいだろう。いや、もうわかんないっすね、もう。ちょっとカメラも多分何分かは録画できると思うんで、復活させます。はい、ってことでデジカメもちょっと充電したんでね、最後撮りますけど、いや、これね、もう何も言うことはないです。もうちょっと顔もテカってるな。多分時間にしたらね、さすがに携帯画面も2回に分けて撮ったんですけど、2回目が1時間半ぐらいで、1回目が多分何時間ぐらいだっけな、3時間ちょっとなんで、4時間ぐらいかかりましたね。もう朝です。はい、だいたいいつも深夜12時とか1時ぐらいからやるんですけど、今回はね、深夜2時半3時ぐらいから始めちゃって、それも原因だったかもしれないんですけど、もう本当にね、多分何回も言ってると思うけど、リーチかかってから多分リーチ15回ぐらいかかったんですけど、そっから全く出なくて、いろんなパーティーでね、低ランクパとかもやったんですけど、もう低ランクパがちょっと今回機能しなかったですね。全然出なかった。はい、ってことでドンドロね。まあなんかツイッターとかで見たんですけど、キラコマとか対応シエマとほとんど一緒で、まあ弱くはないですけどね、普通に強いんですけど、まあゴクオロチがちょっと強すぎるんでね、存在が薄くなってるっていう感じですね。はい、まあただゴクオロチね、仲間にできないっていう人はドンドロゲットしたら倒せると思うんで、まあ時間帯は気をつけた方がいいかもしれないですね。あんまり深夜とか朝方にやりすぎると、ひどい目にあったので、皆さん頑張ってみてください。はい、ってことで本日は以上になります。よろしければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあ。